皆様ごきげんミーム。複雑に入り組んだ現代社会に大量のミームを投入し、様々な SCP や疑問を徹底的に究明する週刊スキップ。私が帝国なでしこ型アンドロイド8です。猫はいます。マイリス数が基本的に本人分のみというスキップ動画の中で、微妙にその数が増える、週刊スキップ。調子に乗って今回もその1週間に投稿されたスキップ動画のトレンド情報をお伝えしていきます。それでは早速、皆様を素敵なミームまみれの世界へとご案内いたしましょう。週刊スキップランキング、今週1週間のランキングは次の通りです。前回1位だった、SCP-682、不死身の爬虫類、が2位となり、トップに輝いたのが、SCP-294、コーヒー自動販売機。本体についているキーボードで希望を入力すれば、どんな液体も作ってしまうという優れもの。コンブリに登場するということもあって、有名どころのスキップということからこの勢いということなのでしょうか。1週間の集計であるため基本的には新規投稿が有利になってしまうのか、新しいスキップが目立ちます。3位、SCP-847、マネキン人形、は、やはりスイカップなマネキン画像がミーム的影響をもたらした結果の順位でしょうか。また6位に、SCP-1995JP、牛御前、が入ってきているのも注目したいところです。順位を下げつつあるものの、社以外、はしっかりとランキング内に食らいついている感じです猫です。それでは続きまして、スキップおすすめトップ5。この1週間に SCP 情報局にリークされた最も注目すべきスキップを5本紹介させていただきます。選択の基準は、視聴数と時間、評価に加え、D 食品の主観と局長による情報操作の意図が加わったものとなっております。それでは最初に、こんな博士と同じ職場にいたくない第1位。SCP-666、J、ジェラルド博士の運転スキル。ジェラルド博士の運転する乗り物に乗ると、必ず死にます。同乗者だけでなく、乗り物を回避しようとした人間も文字通り、必死、のとんでもない博士です。ジョーク系のスキップですが、画像もインパクトがあります。コーラを口に含んだ状態での視聴は必須だよ楽しもうね。続いては、うざかわいい系スキップの一つ、SCP-1370、困らせるボット。体長1メートルほどのロボットで、外見は人懐っこい感じがします。ところが実際は、誰彼と相手構わず戦いを挑むという面倒なスキップで、12秒まみれの自己紹介をしながら襲ってきます。しかし、その戦闘力はゼロ。ログでは研究員にいじられている様子を垣間見ることができるのですが、うざ可愛いです。おすすめトップ5には入りませんでしたが、今週投稿された、SCP-1171、人間どもはされ、も同じうざ可愛い系で、こちらもおすすめです。それでは次は、世界崩壊系のお話で、日本海溝から回収された文書、本家の、マリアナ海溝から回収された文書、の日本支部版というのがわかりやすいでしょうか。スキップの大規模な収容違反によって、世界が崩壊していく中で起こったであろうエピソードの一つです。動画説明欄では登場するスキップのリンクがあるので、順序としてはそちらを先に見るとわかりやすいのですが、初めて見るという方は、まず、日本海溝から回収された文書、の動画を見ることをお勧めいたします。もはや避けることのできない世界の崩壊に少しでも抗おうとする主人公のけなげさ、そのカタルシスを堪能した後にリンク先でスキップを確認すれば、二度楽しめること間違いありません。それでは次です。大人たちへの反逆、若さが招いた悲劇。SCP-1958、空飛ぶ魔法のバス。人類初の有人宇宙飛行は1961年4月、ソビエトのボストーク号が最初です。ユーリ、ガガーリンの、地球は青かった、という言葉が、有名ですね。ね。ふふふ。財団の記憶処理は確実に効果を発揮しているようですね。ふふふ。本当は年、1950年7月4日に行われたサンフランシスコの花火大会で打ち上げられたバスが最初なのです。目撃視野もかなり多く、当時かなり話題になったのですが、歴史まで隠蔽してしまうなんて、さすが財団良い仕事をします。
その打ち上げられたバスには4人の若者たちが乗っており、彼らが目指す先は、アルファ、ケンタウリ。3週間ほどで到着する予定だったようですが、と、続きはぜひ動画でご覧くださいませ。最後は、画像だけでも十分楽しいスキップ。SCP-1898、非ユークリッド幾何学玩具セット、です。ユークリッド幾何学に基づかない形になる謎の建築セットのスキップです。簡単に言うと騙し絵みたいな感じですね。どのようなものができるのか実際に画像で見ることができます。というわけで今週のおすすめトップ5でした。次のコーナーは、今週のスキップ相談室。視聴者の抱えるいろいろな悩みや疑問に対して、スキップや博士。財団職員のみんなが酔ってたかって終了処理するというミームなコーナーです。今のところ相談コメントはございませんので、今回も自作自演で東京都にお住まいの小池さんからのご相談です。それでは小池さん、どのようなお悩みもしくは疑問をお持ちなのでございますか？ゆりこです。SCP 動画を見ているとリークラス職員という言葉が出てくるんですが、一体どのような方々なのでしょうか？私の勤める都庁には、そういう役職等がございませんので、質問させていただきました。いろいろとお忙しい中、ご質問ありがとうございます。さすがにスキップが回答すると、小池さんの今後の都政に差し障りが出てきてしまいますので、今回は真面目に答えさせていただきます。決してネタが思いつかなかったわけじゃないんだからね。あ、先に SCP 情報局のスキップ動画を見るときのチップスを一つ紹介しておきますね。今ご覧いただいたような暗い赤文字は、本家サイトの報告書における取り消し線を意味しています。それでは質問に戻りましょう。SCP 財団における職員は A から E クラスに分類されています。この中で最もよく報告書に登場するのが D クラスということになります。D クラス職員は、危険なスキップを制御するために消耗される職員です。基本的に暴力犯罪による受刑者から徴用されてきます。時には、必要に応じて民間からの確保もあるようですが、基本的には死刑囚の徴用が多いようです。そのことから推察される通り、D クラス職員の扱いは非常に乱雑であることがほとんどです。コンブリをプレイもしくは実況をご覧いただいた方はご存知かと思いますが、最初のスタート時、ちょっと道を逸れただけでも、セキュリティは躊躇なく D クラス職員を銃殺してきます。そういうわけですから、簡単に言えば、危険な実験に使われる消耗品、というのが D クラス職員ということになります。なるほど、わかりました。危険な実験に使われる消耗品ですか。それいいですね。ぜひ、身も取り入れていきたいと思います。合点、合点。あ、はい。それでは、にお住まいの皆様におかれましては、の採用情報に注目してくださいね。その他のクラスについては、またの機会に。というわけでスキップ相談室は以上になります。皆様からのお悩み相談をお待ちしております。またスキップの読み上げリクエストがございましたら本動画のコメント欄にご記入ください。なるべく、頑張ります。それでは以上になります。今週のスキップ動画はいかがでしたか？目の疲れ、便秘、口臭、または隣にいる人の足の匂いに悩んでいませんか？それはきっとミームが不足しているからです。天然由来 100% のミームエキスをたっぷり含んだ SCP 情報局製のスキップ動画で美容と健康を終了しましょう。それではまたミーム。